パリ・バンコク博覧会パリ・バンコク博覧会会場。セール川の右はトロカデログと庭園左はシャンド・マルス1878年のパリ・バンコク博覧会は1878年5月20日から11月10日までフランスのパリで開催された国際博覧会である。トロカデロ宮殿不婦戦争からのフランスの復興を祝って開催され。 36カ国が参加し会期中2616万人が来場した。ドイツ帝国はこの博覧会に招待されなかった唯一の大国となった。パリで開催された国際博覧会では3回目となる。トロカデロ庭園を囲むように、斜陽の丘にトロカデロ宮が建設され、その対岸のシャンド・マルス公園には巨大なパビリオンが建てられた。 アレクサンダー・グラハム・ベルの電話機やトーマス・エジソンの蓄音機、自動車が出品されるなど当時の各国の発明品が所狭しと並べられたが一方で植民地から連れてこられた原住民たちを展示するネグロ村が設けられているパリの美術界でジャポーニスムが湧き起こっていた時期に重なり日本からの出品は前回に引き続き印象破壊画に影響を与えた 万博広場の日本村1876年に、フランスから寺島宗則外務卿に参加要請があり、西南戦争で正常不安定であったが、これを了承し、大久保利道を博覧会事務総裁に経費節減策を取りながら準備が進められた。副総裁の松方正義、事務官の前田正奈、石原豊博、久保高道、雇用取扱いの平山重信、 谷金一郎、諏訪秀三郎、鳴島県吉ら12名がフランスに派遣され、文部省派遣の久喜隆一、手島聖一、中川、元らを含む約50名の日本代表団が突出した。トロカデロ、シャンドマルスの領海上に日本の文物を展示したほか、その中間にある広場には垣根に囲まれた日本村が作られ、三井物産による日本の農家、茶室のほか、 庭には水田や菜園が再現された。ありがとうございます。